両チーム通算成績では7戦、ロディ組の4勝3敗、両チームタイトルマッチでは1勝1敗、そして最強タッグだけに限って言えばロディ組の2勝1敗であります。記憶に新しい前回の戦いは昨年の最強タッグ三沢組がロディ・ウィリアムス組を破っております。第20代チャンピオン、昨年の最強タッグに優勝して、このロディ・ウィリアムスの3連覇を阻んで世界タッグチャンピオンになりました。初防衛戦です。285ポンド、スティーブ・ウィリアムス、殺人医師スティーブ・ウィリアムス、ドクターです。295ポンド、テリー・ゴディ、人間ぐらい、テリー・ゴディ、テリー・ゴディ。ラガコーナー世界タッグ選手権チャンピオンチーム、260ポンド、川田俊明、プロレスへの夢11年、チャンピオン川田俊明。255ポンド、三沢夢の和田千代さんの男、三沢光晴。世界タッグタイトルマッチであります。引き分けに終わった最強タッグの決着をつけるべく、前回放送の大阪大会ハンセン組を破って挑戦権を獲得、10ヶ月ぶりの王座返り咲きを狙うロディ・ウィリアムス、受け出すチャンピオン三沢川田、どういう試合になりますか。世界タッグタイトルマッチであります。引き分けに終わった最強タッグの決着をつけるべく、前回放送の大阪大会ハンセン組を破って挑戦権を獲得、10ヶ月ぶりの王座返り咲きを狙うロディ・ウィリアムス、受け出すチャンピオン三沢川田、どういう試合になりますか。女王樋口レフリーであります。試合前の入念なボディチェック、馬場さん、ロディ・ウィリアムスの目つきが非常に険しいんですが、両チーム試合前の表情ちょっとご覧いただいていかがですか。そうですね、川田の、目の傷がちょっと気になりますね。あ、そうなんですね。このシリーズね、川田、非常に怪我が2度ありましたね。このとこはちょっと心配ですね。はい、馬場さんお話のように開幕戦ハンセンに椅子で打たれまして、川田俊明この脳天のところに12針を縫う怪我をいたしました。そしてその分三沢が頑張ってまいりまして、調整ライグを抑えてまいりました。スティーブ・ウィリアムスです。そしてテリー・ゴディです。どういう試合になりますか。60分一本勝負。その後この鎌田は左目をハンセンのキックによりまして負傷しております。さあどうだ、どちらが先陣を切る、微妙な駆け引き。鎌田コールが大きくなって、すでに鎌田は構えている。ハイファイブでゴディが飛び出した。今ゴングが鳴りました。世界タッグタイトルマッチです。左テリーゴディ、右鎌田俊明、左側頭部の膝跡がちょっと気にかかります。ロープに押し込んでいったテリーゴディ、まずはクリーンに分かれました。バックを制する鎌田俊明、そしてまた川田は24時間前の後楽園のセックスメンタックマッチ、ちょうどゴディ組と対戦した前哨戦になるんですが、新聞雑誌のカメラのカメラマンのカメラに当たって左こめかみも4センチ裂傷を喫しております。その川田上になりました。テリーゴディの背中に乗りまして体重を預けていく川田であります。スリーパーホールドのような体勢、ロックは外れました。力で持ち上げているテリーゴディ、持ち上げました。そしてここから非常にこのシリーズのロディ・ウィリアムスはデンジャラスです。後ろに落としました。馬場さん、最強タッグでは両チームと戦った馬場小橋組だったんですが、その戦った感触から試合のポイント、その川田の負傷もありますが、どの辺になりますか。これは両者ともに負けましたがね、はい、そのコンビネーション、スピード、コンビネーションスピード、この両者ともに申し分ないんですよね。はい、川田のキック、どちらがそのコンビネーションスピードを上回るか、打撃技ではどうか、キックに対してパンチ、さらには場外攻撃、ウィリアムスが待っている。さあウィリアムスが忍び寄る。昨年の最強タッグではこのウィリアムスに初のピンフォールが調しました川田俊明。思い出します、あのカウンターの顔面キックでした。その場面がまた再現するかどうか、相手がウィリアムスに変わりました。脇腹のあたりを攻撃しています。そういえばこのシリーズ川田は左脇腹も、古傷なんですが、ゴディのドロップキックを受けて前哨戦やや呼吸が苦しくなるという場面がありました。さあ今度は三沢光晴です。現在の五冠王三沢光晴、
三沢コールをください。世界タッグのベルトと PWF ユナイテッドナショナル、そしてインターヘビーの馬場鶴田、先人が守り続けてまいりました。それを統一した三冠ベルトを持っています。世界タッグと合わせて五冠、三沢美沙五冠防衛ロードの第一陣、93年初めての世界戦であります。VMを仕込んでいきました。足腰が非常に強いという馬場さんのこのシリーズ、ウィリアムスに対しての解説がありました。そういうシーンが見られるかどうか。組み合いました。エルボーです。しかし三沢もエルボーは得意。元祖本家打っていきました。三沢そしてキックゴディの胸へ、熱い胸板に打っていきました。もつれる、意地が交錯する。バックドラップに気をつけろ。足をフックしている三沢。フロントのヘッドロックに切り替えました。抱え上げました。そのままコーナーに持っていきました。ゴディ・ウィリアムスのタッチプレーです。ゴディが出てきました。三沢選手はこんなこと言ってますね。ゴディのテクニックとウィリアムスのパワーがこのシリーズ本当によく噛み合っている。そのコメント、まあ、これそれがもうこのチームの一番のね、良さですからね。レインバスターで切り返しました。一つ返してカバランタッチ。キックからボディースラム。セットを打って場外に追うのか鎌田。今のテリーゴディの近くに秋山がいますね。秋山選手もこの試合を見ています。テリーゴディ場外にひとまず呼吸を整えます。体勢を立て直す。待ち受ける鎌田、容赦のない顔面キック。ウィリアムスを失神させた、あるいはウィリアムスの目から出血させた強烈なキックです。どんな経過、チョップとキック、ボディの大きな体が沈んでいきます。馬場さん、この川田体格差感じさせないと言いますか、打ち負けてませんね、打撃技でもね。そうですね、ですからやっぱり川田のこのキック、足をうんと使うことですね。はい、そのキックが出るかどうか。三沢、川田エルボーを打っておいてブレンバスターとつなぎます。馬場さん、このシリーズね、はい、カウント1です。三沢選手が今みたいな場面でフッと出てくるケース多いですよね。そうですね、まあ、川田もね、はい、本当に力あります、でもその川田がボディが上がらない、ほんのちょっとしたタイミングを三沢が出てってボディのタイミングを外してやるというところですね。まずは序盤戦、ボディウィリアムスのパワーに対しましていいコンビネーションを見せております。三沢そして川田グラウンドへ持ち込みました。この攻撃は馬場さんどうでしょう。 いいですよ、はい、と言いますと、いや首を絞めて、行けばね、はい、こういうスタミナ、ボディなんかは本当にスタミナありますからね。そうですね、まあ、一方のゴディ・ウィリアムスもこれまた三沢選手のコメントを借りますと、まあ、このシリーズはボディのジャンピングニーですとかウィリアムスのなだれ式のグラウマスタンピード、あるいは水車落とし、非常に幅が出てきたというか研究してるな、まあ、警戒してましたね。そのゴディ・ウィリアムスまたまた披露してくれるか、新しいもの。川田が攻勢を取り返しました。同じようにスリーパー攻撃、三沢川田この連携です。同時のスリーパーに入りました。かつて川田がこの同時のスリーパー、あるいは三沢がフェイスロックで、そうです、初めての世界ラックになったのが91年の7月でした。2回目の世界ラック王座チャンピオンになっております三沢川田。そういえば川田が初めて巻いた世界のベルトがこの世界タッグベルトです。大事にしたいというふうに話しています。ロープブレイクを狙いましたテリーゴディです。
ものすごい音がしました。ゴディの村井にキック、川田山田さんお話のキックがよく出ています。そして三沢もエルボー、そしてキックがよく出ています。ドロップキック、飛行体系も抜群、フライングメイヤー。この三沢光晴には飛び道具という魅力もあります。別の力もあります。スリーパーホールドに取りました。三沢光晴です。さっき の、 あのカットといいますか、川田を助けた場面にしてもそうなんですが、あの動きといいますか、三沢選手はあの秋山とか泉田とか、あの若い選手に体を覚えなきゃダメだ、あの顔面キック側頭部、いわゆる頭の中で考えてはダメなんだというとあのアドバイスしているようですね。まあ、みんな、ね、頭で考えるんですよ、考えたって、ね、初めての人ができるわけないんですね。ですからね、はい、もう本当に、体で覚える、スポーツってそんなもんじゃないですかね。あのいい表現で体が反応するんだよという言い方をしてましたがね。さあいい連携を見せていました三沢、川田ですが、そろそろゴディ、ウィリアムスの反撃、ウィリアムスのチョップの打ち方が変わりました。そしてエルボーです。あの外人選手というとあの振り抜く感じの選手が多いんですが、ウィリアムスの今村井に決まってましたね。ウィリアムスそれもやります。はい、でもそれはねもうあの振り抜くやつは全然効かないですね。はい、いわゆるの押し込むといいますかね、日本人選手馬場選手がやるような、カメラ選手あたりのちょっと比較していただきますと分かるかもしれません。おっと力技です。足腰強いスティーブ・ウィリアムス。馬場さん同じような攻撃を仕掛けてきましたよ。そうですね、この辺は意地の表れでしょうか、あるいは冷静なスティーブ・ウィリアムスの計算でしょうか。スリーパー攻撃、スティーブ・ウィリアムスです。持ってるようにして今ロープブレイクであります。ジョー・樋口レフリーがカウントを数えましても離そうとします。ただこの目のあたり、そこを露骨に攻めてくるということはしておりません。スティーブ・ウィリアムス、テリー・ゴディ、さあテリー・ゴディが場内だぞ。過去三沢が、鎌田がこのテリー・ゴディによって、あるいは合体パワーボムによって失神させられた面があります。まずは鉄柵に喉。10分が経過しました。場外戦で優位を不動のものとするか、ゴディ・ウィリアムス上に上げました。馬場さん、今までこの場外のパワーボムとかそういう危ない場面も多かったこの顔合わせなんですが、やっぱりリングの中でね名勝負を築いてほしいですね。そうですね、はい、しかしロープの中でもまたまた力技、ロープに喉、そしてカバー、カバーというよりも今のは超攻撃、クロー攻撃に行きました。もう一回ロープに喉、スティーブ・ウィリアムス、これにはブーイング。今まではね、ウィリアムスは本当に力任せということばっかりだったんですけども、はい、こうやってやっぱりロープを使うとかね、はい、そのいろんなことを やるようになりましたけどね、ウィリアムスの成長も大きいですよね。二人の連携が出始めてまいりました。ゴディとウィリアムス、強いチームがこう研究して、あるいはさらにうまさを出してくるんですから、まあ、たまりませんよ ね、 ね、キャメルクラッチです。苦しそうな川田の表情、汗がにじんでいます。テリー・ゴディのキャメルクラッチ、こういう風に堂々と構えられますと三沢、川田も苦しいかもしれません。三沢がキックでカットしますが、ゴディこの三沢を一睨み。山田さん、ゴディ・ウィリアムスはどっちもピン取れますしね。そうです、どっからも攻めてくれますからね、非常に脅威です。なかなか絞り切ることができません。馬場さんが攻めるとしたらゴディ攻めます、ウィリアム攻めます、どうします。体の柔らかい方はゴディですからね、はい、このゴディを攻めたいんです、はい、でもウィリアムスには体が硬いだけに脆いところはあるんですよね、はい、アタック、強敵を絞りにくいと思います。今は逆に2対1の状況、三沢も必要以上にカットに入りません。川田も信頼しています。フルメルソン、
心配な三沢、こういう単純な技でも効きます。超ヘビー級のウィリアムス、川田じわじわとスタミナを奪われていくのか。グラウンドで勝負を挑んでまいりました、スティーブ・ウィリアムス、テリーボディ。上に乗りました、足を絡みました、コントツーまで取りました。これのグランドテクニックはさすがです、スティーブ・ウィリアムス。髪を掴んだ、内下ろすパンチ、スティーブ・ウィリアムス。さあ川田も反撃、さあキックが出るか、返されてしまいます、テリーボディです。川田どうした、川田頑張れ、切り返せ、ダメだ、ブレインバスター。パワーの差を見せつけるかのようだ、ブレインバスターカウント2。巻きつくラリアット、どうだと言わんばかりに打っていきます、一つ一つの技。ボディも左膝をやや痛めてるんですが、今日はそんなものが全く感じ取ることができません。元気いっぱいですボディ・ウィリアムス。まずはタッチをすること、今度は逆エビ固め、この反り返り方、ウィリアムスももう三沢に去る、反り返るウィリアムス、トップ前進、変わる腰合い、しかし引き殺す。若手の頃ボールが身につけたベルトを巻いてマスコミに写真を撮ってもらいました、変わる腰合い。今から11年前、どこの会場にも目指せ一生の垂れ幕が作られるようになりました。川田耐えることができるかどうか。今まで幾多のタイトルマッチで川田が捕まる、あるいは三沢が捕まる、10分以上捕まる、15分捕まる、そういうことがありました。しかしその度に乗り越えて世界タッグ王座ダッシュなりました。今15分が経過、ここが反撃は、よし三沢が出る、スピンキック取られた、エンジョイ。トペルゴー、91年の最強タッグ、この顔を忘れ、三沢はこの技を初公開したんです。いつもだから野間さん、この一瞬のひらめきといいますか、先行といいますか、運動神経といいますか、足を取られた、体がカット、三沢が打つ、ウィリアムスがガッと振り払ってエルボー、おっとウィリアムスが体を捕まえた、三沢のカバーはカウント2、タイガードライバー、タイガードライバー、カウントどうだ、惜しい。91年6月、今の技でウィリアムスから初めてフォール勝ちをしました。三沢今日はボディに決めました。しかしウィリアムスがサポートに入ります。さあ気をつけろ、上段だ、腰を鉄柵、やっちゅう、またまた形勢逆転か、やっと川田が逃れたと思ったんですが、場外戦です。リングの中で仕切り直し、三沢の表情が苦しくなった、心配だ、抱え上げました、カウント、カウント説、馬場さん一人一人がこうゆっくりゆっくりじわじわとやられるという展開、悪い展開ですね、なってしまいました。そうですね、こうなるとね、やっぱり三沢川田の方がウィリアムズボディよりも体重が少し少ないですからね。しかも2対1ですからね。さあセカンドロープからのなだれ式の今夜も出すオクラーナスタンピート、しかもボディの突っ張り突き、危ない、
投げるか。ここで三沢だ。三沢コールだ。危ない。ポイント一つ。どこで怒りを爆発させるか。中盤になりまして、ゴディ・ウィリアムスのパワーの前に合体技を出す余裕もなくなってまいりました。今度は右腕でチキンウィング状態に固められました。三沢川田ももちろんアマレス国体優勝の実績があるんですが、そしてチーブ・ウィリアムスも全米4連覇の実績があるんですが、今日のウィリアムスはグラウンドの戦いを自ら仕掛けている、そんな感があります。さあ今度はゴディ、三沢カマラがやるべきローキックですよ。ああ倒れました。ロープをつかむ、引きずり寄せられる。ああ今度は腰への集中攻撃が始まります。膝砕きです。三沢の振り傷、左膝です。そういえば初めて世界タッグを取った時でしょうか。相手はゴディ・ウィリアムス、 STF 徹底的にその時にも左膝を痛められました三沢光晴。その時タイツは左膝が引きちぎられるほどの激しい左膝攻撃を受けました三沢光晴。今は足に、そして腰にダメージを負っています。 STF 逃れろ三沢。あーっと届きました。ロープを掴むことができません。秋山選手がね、馬場さん、このゴディのことを強いし、本当に強いし、さらに本当にうまいと、うまいと、これはどういうことなんですか。うまい、まあ、その秋山がうまいと言うんですからね、いろんな技を仕掛けられたんでしょうが、確かにうまいんですよね。いろんなものをある仕掛けても逃げられるというね、関節の場に入ったなと思ってもふっとこうポイントをずらすんですという。そうですね、私どもと目の見えないところでテクニシャンぶりを発揮しているトリーゴディ。さあ20分経過。さあ三沢どうした、鎌田どうした。左足徹底攻め、トーホールを持っていく。今度はストンピング、いずれも左足、小脇に抱える、両足を取った。これを反転する逆指固め、河原が入る、村井田にキック。全くタッチプレーがなくなりました三沢河原。必要以上に入っていけば三沢先輩の心をないがしろにするということにもなります。河原としあき、さあエボーだ、うん、3番返し。三沢が打つようなエルボーをゴディが打っていきます。ここで反撃、河原だ。さあ日本のプロレスの原点は怒り、シンプルの一撃、ウィリアムスも打っていく。川田反骨の剣、満点の気迫。川田満身創痍、川田パワーボム。驚きました。そしてストレッチプラン、まさに炎のような負けじ魂。さあどうだ、ウィリアムスの三沢のカット、いい体勢だ。さあ川田の根性、全国3000万プロレスファンの心に届いてほしい。川田の激しさがテレーボディに炸裂。あーロープです。馬場さん、川田選手の頑張り。そうですね、負傷しているのは川田なんです。もうここまで痛めたらもう一回やって、やって攻めたらどうですか ね。さあ連続攻撃、しかしテリーゴディも一つドッとかわしたぞ。
ハイキック、ロープに飛ぶ、簡単に気をつけろ、DDT、ヘリゴディ、やはり4回世界タッグを取っている、世界最強の名を今まで何回も取ってまいりました、今日はチャレンジャーの立場のボディ・ウィリアムズです。スペインバスター抱えて落としました。意地のフォールに行きましたが河田も意地で返す。さあ試合が大きく動き出してまいりました。さあ水車落とした、水車落とし、三沢が勝った。これは落ちた位置が良かった。三沢もちょっと足を気にしながらのカットであります。おっと踏ん張りが効きません。2つ打たれて三沢に場外転落。さあ河田、三沢の回復にはどうか気になるぞ。さあ河田がオフラマスタンピートを受けている。三沢、おっといつもの三沢のドロップキックではない。今のカットはドロップキック、三沢のいつもの飛行ではなかった。さあ危ない、うん、画面手前の三沢、まだいけるぞ。さあしかし勝ったいパワーボムだ。いや違う、スータタウタウの連携をいない間にちゃっかり盗んだ。あっ単独で、あっ垂直落下バックだろか。さすが元世界タッグ王者コンビ、危ない、自力で返しました河原の試合。どこにこんな力が残っているんでしょうか。殴られ蹴られ知恵道を吐きながら耐えてきました。これ根性、あっウィリアムスの顔面受け付けも踏みつけも非常にえげつない。しかし川田頑張る。フラフラスティーブ・ウィリアムス、今のは顔面キックもいかなかった。カウンターのキック、18番肩の当たりを詰めた。それだけ威力はどうか。川田転倒一滴、逆転になるか、どうだ。肩でブロックするとはいえダメージがあります、スティーブ・ウィリアムス。さあ川田は伊沢に今だ、カウンターのパワースラム、ミサワ返してくれました。25分経過、千葉が冬の暑さに乗っています。さあゴディ VS ミサワ、人間グライラリアット、そこ見渡し、仏壇返し、合掌ひねり、危ない、カウントは勝つ、朦朧、三沢表情朦朧、耐えることができるか、パワーバムが来る、防いだ、離れた、ラリアット、かわした、ジャーマンスープレックス、三沢の気持ちを全て込めたジャーマン、カウントは2です、ボディーからウィリアムス、混戦には強いぞ、乱戦には強いぞ。試合を見る目があるぞ、うまいぞ、気をつけろ、エルボー、紫八丁、1-1、フライジャレット、バチッと決まった、そしてボディースラムだ、馬場さん、必殺技へ行く、十分な痛めつけという点ではどうですか、今、三沢の体、体にいいですね。はい、ダイビングのボディプレスをここで持っていきました。あとは何だ、フェイスロックがあるぞ。さあ行った、行きました、ゴディをカット、ゴディを追っ払いました。川田うまい、川田ストレッチダウン、こちらはフェイスロックいった。俺たちのリング、超世界のリング、全日本のリング、どうだ、決まるか、どうだ、春の息吹を感じさせてくれるファイト。ゴディがストレッチプラグを自力でほどいて、そして今三沢をカットいたしました。まだ分かりません。チャンスでしたね、馬場さん。そうでしたね、大きなチャンスでした。この後の馬場さん畳みかけですね。そうですね、はい、注目したい。さあタイガードライバー、どうだ。さあウィリアムスから、なんという癖者、いや根性、大事ながらあっぱれ。全日本はアジアもそうですがね、アジアだけもそうでしたが、チャンピオンもチャレンジャーもない、全員がチャレンジャーだ。
パワーボム投げ捨て、内容の濃さ、ファンを引っ張っていくリズム、変化に富んだ技あり、玉砕あり、全日本のタッグ。馬場さん、敵とはいえの2連覇達成したときゴディ・ウィリアムス、ファンがみんながゴディ・ウィリアムスを祝福した。外人も日本人もないですね。そうですね、ゴディ・ウィリアムスの頑張りにも拍手を送りたい。さあ三沢、素晴らしいチームです。三沢、川田、そしてゴディ・ウィリアムス、やはり世界最強のタッグを争うにふさわしい両チーム。さあ川田に、川田まだいけるぞ、合体パワーボム、それは打たせるな、打たせるな、川田、川田、危ないぞ、あ、三沢が返してくれた、返してくれた。さあ三沢、フラフラ、あら、今度はフラフラ、やった、今日は疲れた、これは今日疲れただけにダメージとなってるでしょう。馬場さん、こういう技が一番怖いって言いますね。そうですね、見えないところがありますからね、はい。三沢大丈夫か、三沢大丈夫か、朦朧としている、足がフラフラ。さあ、あ、オクラハマスタンピード、オクラハマスタンピード、ここで落とすか、落とした、リング中央、川田、川田、よしよしよし、しかしゴディも川田を分断、三沢とウィリアムスです。こちらはゴディと川田、さあどっちなんだ、どっちなんだ、さあゴディスラム、三沢もうダメか、またまたオクラウマスタンピード対戦、ダメだ、世界タッグ移動、世界タッグ移動、三沢玉が敗れる、初防衛失敗。第21代ニューチャンピオンはこのゴディ・ウィリアムス、第2のふるさと日本でニューチャンピオンになりました。5回目の体感でプロレスニュー。